っちゃ色合い良くない？どうも、奈良コミのタカとおんちゃんです。おんちゃん、めっちゃ良さげな焼肉屋さん見つけた。え、どこどこ？あのミシュランガイドにも掲載された柏にあるななみさんって知ってる？もう知ってる。てか誕生日に食べに行ってん。あ、そうやった。今回行くのはななみさんではなくて、まあ、姉妹店が今年ね6月にオープンしたんよ。へえ、それはめっちゃ気になるな。しかも奈良県最大級のキャパらしく、あれで運ばれてくる焼肉屋さんとか。お、最近流行ってるあれやんな。そうそう、まあ最大級のキャパってところでどれだけ広くてどんなお肉が楽しめるのか調査したいと思うわ。ということで早速行ってみたいと思います。今回お伺いさせていただいたのは奈良県北葛城郡広陵町にある焼肉新城さん。早速店内入っていきたいと思います。清潔感ある広々とした店内でテーブル席の仕切りも高い。こちらのお店、入って左側にも部屋があり、開放的な広々とした空間にテーブル席があったり、さらに奥へ歩けば良さげな雰囲気が。こちら掘りごたつの完全個室席などもございます。今回は僕の希望もありこちらのテーブル席へ。何やら奥に赤いレンガ、タッチパネル式のお店で何を選ぼうか迷ってたら、お待たせしました。ご注文ありがとうございます。焼肉&ホルモンランチ。こちら11種類のホルモンからお好みに合わせて選択。皆さんは何を選択しますか？ライスは大盛りを選択。ちなみにおかわりも自由です。他にもいろんなランチがあるけども、おんちゃんは熟成ハラミランチを選択。他にもいろんなメニューがあるので気になったら停止ボタンを押してみてくださいね。無料サービスも充実しているのでこちらもおすすめです。お子様ランチなんかもご用意してくださっています。お得な単品セットはシェアしながら食べることもできるし、塩タンやホルモンなんかもございます。そしてランチアルコール、ビール安、これはおんちゃん頼みそう。うお、ランチデザートもある。他にもドリンクがありますが、最近の自販機よりも安いってすごい。頼んで数分で、早っ。じゃあさあ到着しました。焼肉&ホルモンランチ。選択した丸腸もサイズ感から大きくたっぷり。そしてこちらのカルビとバラ、色合いからめっちゃ綺麗で、脂の乗り方から半端ない。まさかこんなお肉がランチ帯からいただけるとは、贅沢すぎる。焼いたお肉をご飯の上へ。ご飯が進むこと間違いなし。これは絶対にうまいやつ。飯テロ。それではいただきます。やわらか、脂甘っ。キムチうまい。カクテキめっちゃうまい。キムチやカクテキ、ナムルも一手間加えられていて美味しいし、お豆腐も最高。サラダもたっぷりと、これは嬉しい。またお肉とご飯を一緒に。めっちゃ脂めっちゃいい。溶けるもん。おんちゃんが注文したのは熟成ハラミランチ。こちらもお肉がたっぷり入っててボリューム満点。早速焼いていきます。
しっかりと焼肉のタレをつけてご飯の上へ。焼肉のタレも濃すぎないのでお肉の旨味をしっかりと感じることができます。おんちゃんは毎回絶対にする肉巻きおにぎり、こんなん絶対にうまいやんって言ってたら、何やらおんちゃんがタッチパネルへ。まさかやっぱりビール安いもんな。こしょう、普通中ジョッキじゃねこれ。すごい。の昼からビール。でかいな、マルト。でかい。匂いだけちょうだい。おんちゃんは韓国海苔にご飯、その上にお肉と、こんな食べ方があったか。絶対にうまい。詳しい感想は後ほどたっぷりとお伝えいたします。ごちそうさまでした。いつもならばだが、しかしランチデザートセット頼んじゃいました。コーヒーとケーキがついたセットです。コーヒーだけでも嬉しいのにケーキまで。焼肉後のコーヒーって最高やな。ほんまにも。感想は後ほど。なるこみ。はい、てなわけで焼肉新庄さんの方でランチいただいたんですけども、うまかったですね。コスパ最強。ということでね、まずこちらの店なんですけども、柏にある焼肉ななみさんのね姉妹店の方になってまして、こちらね今年の6月にねオープンしたばかりのお店になってます。で、もともとはねあのスタミナ太郎やったかな、確か。そうやね。ね、の後にあるお店なんで、すごいねまずキャッパが広いんですよね。広かったね。ね、広いだけじゃなくて、レーンから流れる焼肉の席であったりとか、あとテーブル席とか個室席とか、あと奥にはなんか広いね宴会できるような感じの席なんかもねあったりして。で、あとねこう入ってすぐのところにね、なんかこう横並びで座れるようなちょっと小さめの席とかもあったんでね、うん、お一人でもね全然来やすいかなと思いましたね。一人で行けるっていうのもまたいいな。ね、実際来てる人もねちらほらいたよね。うん、一人にいた時にね、あのおむつ替えシートなんかもね、うん、入ってる個室があったりとかね。それはいいな。はい、あとメニューもねお子様セットみたいなのもあったやんか。うんうん、私結構ね子連れ良さそうやなと思いました。そうやんな。はい、あとねもう一つね、あの喫煙所がね別にありまして、トイレで向かった時にね左手の方にあって、あの焼肉食べながらタバコも吸いたいっていう方にはねいいんじゃないかなと思います。いいな、確かにな。ね、僕たちねランチメニューをねいただいたんですけども、まずおんちゃんがいただいたのが熟成ハラミランチをいただきました。これも安くてね量あったね。ね、結構入ってましたし、うん、ランチメニュー肉以外にもさ、うん、めっちゃいっぱいあったやんか。あったな。な、びっくりした、ちょっと。そうやんな。まずこのキムチとか角的とか自体がちょっとクオリティがまず高くて、うん、ちょっとニンニクを入れてくれてて一味加えてくれてたりとか。そうやね。しかもあんまり辛くなかったから食べやすかったし。そうそう。でサラダとかね、あとねあの韓国海苔とかもねあるしね、うん、本当にねそのサイドメニューってところも力入れられてるなって感じますね。ね、ありがたいよね。うん、お肉の方どうやったの？お肉がねめちゃくちゃ美味しかって、うん、めちゃくちゃまず柔らかいし、うん、赤身のお肉の旨味もしっかり伝わるし、うん、とにかく本当に柔らかくて食べやすくて本当に美味しかったです。僕がいただいたのは焼肉&ホルモンランチっていうのをいただいたんですけども、まずねこちら贅沢。まずこの焼肉の方はこの A セットの焼肉なんですよね。でそこにホルモンなんですけども、ホルモンもね11種類の中から選ぶことができて、てっちゃんとかねタンとかねあと心とかねいろんなものあったんですけども、僕はこの中でねマルチョウの方を選びました。焼肉の方に関してはカルビとバラ肉なんですけども、
これがねもう見た目から分かるようにお肉のねこの筋というかもうすごい綺麗なんですよね。で食べてみると結構脂身も感じてジューシーで柔らかくてねめちゃくちゃ美味しかった。でこのホルモンの方に関しましても噛み応えがあってねもうこれはねビール、おんちゃんビール頼んだからね僕やんって思うけどね、まあ、運転しなあかんから僕が頼まんかったんけども、ありがとう。ビールがねお得なんですよ。安いランチでね、あの小ジョッキがね200円ちょいで飲めるんですよ。うん、あれが小ジョッキやと思えんサイズ感やったから結構大きかったね。ね、羨ましいなって思ったね。でも頼まない手はないですよ絶対焼肉にはビール。そやな、うん、でこちらねなんでこんなにお肉が美味しいのかっていうところなんですけども、 A5 ランクの牛を一頭買いされてるんですよね。だからこそいろんな部位のお肉を楽しむこともできるし新鮮でリーズナブルに楽しめるっていうところで、これランチもねお得なんですけどもテイクアウトもすごいですよね。黒毛和牛重とかさ塩タン重900円で食べれるって、そうよやばないな。焼肉屋の塩タンとかな、な絶対うまいやん。絶対そんな値段で食べられへんし、うん、いやほんまにすごいなって思うな。お得やね。うん、でお店の方にもねお伺いするとねもうランチは特にね気合を入れてねやってるっていう感じのこともおっしゃってたんで、これはランチ帯行ける人はねもう絶対行った方がいいよなって思いますね。で最後ねレジでの決済方法なんかもねクレジットだったりね電子マネーだったりねいろいろあるんでね支払い方もね自由で、ね、いいなって思いますね。で駐車場に関しましてはお店の目の前に、ね、めちゃくちゃ広い駐車場あるんで、まあ、止める場所にはね、まあ、困らないかなと思います。まあ、調査の結果なんですけどもいろんなね使い方ができる焼肉屋さんで特にランチはねコスパもよくね美味しいねお肉を楽しむことができます。お子さん連れとかにもねおすすめの焼肉屋さんやと思いますのでぜひね気になった方こちらの店行ってもらえたらなと思います。ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。他にもいろんな情報と知りたいと思った方はチャンネル登録高評価ベルマークの方ポチッとお願いいたします。あとツイッター特にインスタの方もやっておりますのでフォローの方どしどし待ちしております。本日のおんちゃん雑学。年間約90万頭の牛が格付けされるらしいねんけど、ほうその 20% 弱が最高ランクの A5 に格付けされるらしい。15万頭ぐらいね。なるほど。次回の動画でしましょう。バイ。